遺産処理工学の6回目の授業のリアルタイムの方を始めていきます。じゃあ始めていきます。有限群の話をしていたんですけども、コメントの方からご紹介します。はい。ですね。あ、これちょっとこれをやりますね。集合の要素に加えて演算も一般化されて議論されているので抽象度が高いと思いました。議論自体は終えるのですが、特に群の順道形がどう嬉しいのかがまだピンと来ていないです。ということですね。では、括弧の中は、群の順道形は現代数学入門 B でも登場して、群の順道形定理とも登場したのですが、今一つ着手し入れていないですね。で、関数の線形性と関係してそうだなとは思うのですが、ですね。そうですね、ということなんですけども、例えばその群の順道形とか、群自体がなんで嬉しいのかってことは、次回、応用例というのを挙げようというふうな、つもりでいますので、そこで見ていただくということになります。で、それで少し嬉しさが分かってもらえばいいかなということが、期待なんですけども、もう少しじゃあ、ここでは、数学的な側面というか、ちょっと例で、ちょっとご紹介したいと思います。で、群の順道形って何だったかってちょっと思い出す必要があるんですけども、ちょっと待ってくださいね。これですね。これが、群の順道形写像っていうのはこういうふうにあるんだってことを、言ってたんですけども、道形だっていうのはこう下に書いてあって、群の順道形は上の定義ですね。上のように定義すると。いうふうになってるんですけども、じゃちょっと、例を挙げましょうと。多分、例がないからいけないんですけども、多分、例を挙げます。で、例を挙げる方法がちょっと待ってね。これじゃない。毎回、ページ操作を間違えるんですけども、ですね。じゃ、例えばですね、どうしようかな。じゃ、X と今集合があって、どうしようかな。じゃあ、1、2、3とかって。例えば、3つ要素を持つような集合があって、SX っていうふうに書いたら、これは、X 上の対象群。つまり、X 上の置換全体の集合で演算は、置換の合成ですね。という形で、作られるものというふうにしましょう。で、だから例えば、どうしようかな。だから集合で書くと、集合で書くと、ちょっと場所を変えようか。ああ、いかに。後にして、集合で書こうとすると、口頭置換と、1、2を入れ替えるっていう互換と、1、3を入れ替えるっていう互換と、2、3を入れ替えるっていう互換と、1、2、3っていう巡回置換と、逆向きですね。1、3、2っていう巡回置換と。この6個の、置換を持つような集合なんですけども、じゃ例えばですね、これ1個、これは群です。で、もう1つですね、例えば、ちょっとどう書くのか難しいんですけども、どう書く、じゃ書かないんで、マイナス1、1っていう集合の、上に、普通の積、普通のっていうのは、普通のが通じないので、整数、としての積、点を考える。そうすると、群のような書き方をすると、このマイナス1、1という集合と、この積を組にしたものを、この群で書く、ちょっと前に戻りますと、こんな感じですね。こんな感じだと。このような形で今書こうと
してるんですけども、これ、まあ、H の方がマイナス11っていう集合で、その星の方が、まあ、点っていう、演算だと思うわけです。で、そうすると、これは群です。これは群、ちょっと字が汚いですけど、これは群です。実際にその表を書いてみると、マイナス1と1、マイナス1と1。で、普通に掛け算すると、1、マイナス1、マイナス1、1、こんな感じになってます。ですね。で、そうすると何がわかるかというと、単位元は、1。で、1の逆元は、1。で、マイナス1の逆元は、マイナス1。こんな感じになっている。ここまでいいですか？はい、ありがとうございます。で、今これ、2つ群があるんですけども、じゃ群の位数ですね。群の位数見てみると、左側の方を、ちょっと汚いのでもう一回書きますと。左側の方は、これ6個、要素を持ってて、位数が6で、ちょっと右の方は、マイナス1、1っていう集合の要素数、つまりこの群の位数は2になってるわけですね。で、ですね、今までですね、この置換ですね。置換の方、左の方は、前々回の内容、でやったんですけども、で、この対象群は群なんですけども、これ、置換一個一個に、なんか、偶置換か、奇置換かっていう、その、なんか、まあ、なんだろうな、名前違う、ラベルが付けられたわけですね。偶置換。偶置換か、奇置換か。まあ、これ前々回やりました。例えば、E っていうのは、これ、偶置換。あ、じゃあ、ちょっと、これ、左と右に書くことにして、E は偶置換だけど、1、2っていうのは奇置換。1、3っていうのは奇置換。2、3っていうのは奇置換。で、1、2、3は偶置換で、1、3、2も偶置換。なんか、こんな感じで、置換っていうのは、その、偶置換の奇置換かっていうのに、分けられた。わけですね。で、例えばこの1、2、3が、偶置換になっているのはどういうふうに考えたかっていうと、これは、1、2、3っていうのを、1を2、2を3、3を1にこういうふうに移すっていう置換だったというか、つまり巡回置換ですね。で、そうすると、この交点の数が偶数なので偶置換だというふうに言っていたということですね。それは思い出す。で、そうするとですね、実はその、偶置換か奇置換かっていうふうに、この分けてるんですけども、これは実はですね、準動傾斜像の結果なわけですね。何を言ってるかというと、今ですね、この左側の、この、SX っていう対象群と、この右側の群があるんですけども、これはこの偶置換か奇置換かっていうことを表す、まあ、なんかこれ斜像ですね。だから、置換があれば、それに対して偶置換か奇置換かっていうことを割り当てる。ことができるわけですね。で、それを今、SX から、この左側の群、じゃあこの左側の群、右側の群です。右側の群のことを、どうしようかな。右側の群のことを、ちょっと今、じゃあ H ということにするんですけども、この H って、じゃあ H が誰だね。やっぱりちょっと H はこれ群なんで、これ集合として、マイナス1から、マイナス1、1、集合への写像として、どういうふうに書くかっていうと、F、π ですね。π という、置換が何に移るのかってことを、その移った先は、マイナス1であるか1なんですけども、π が、奇置換であるならば、マイナス1。で、π が偶置換であるんだったら、1。に移すというふうに思いましょう。思いましょう。で、そうすると、これは、この π は、この π は、あ、π って、この F っていうのは、これは群準動傾斜と言います。
で、なんで、まあ、軍需統計社像に、社像に、社像に、社像になるのかってことは、まあ、このパイに対して、まあ、その取り得る値は、二つしかないので、まあ、四パターンしかないわけですね。まあ、四パターン全部調べればわかるんですけども、そういう形で皆さん確認できます。ってことで、実は何かっていうと、この、なんだっけ。痴漢に、その、偶痴漢であるか、痴漢であるかっていうような、その、分類というか、まあ、分類というか、その、名前をつけるというか、ラベルをつけるっていうのは、実は、この、軍順時計写図を考えていることになっているわけです。だから、例えば、なんだっけ。これなんか演習問題であったかもしれないんですけども、偶痴漢と既痴漢の合成っていうのは必ず既痴漢になる。でですね。で、それは、この 右側の 群の見方で言うと、マイナス1かける1がマイナス1になるってことと、まあ、言ってることは同じなわけです。いいですかね。で、こんな感じで、軍順統計写像っていうのは、よく出てくるというか、まあ、簡単に出てくるという感じになるわけですね。だから、一つ言いたかったのは、その、痴漢に対して、偶痴漢か、既痴漢かっていうふうな、なんか分類をするっていうのは、実は、この、マイナス1、1っていう、この群、軍、と、を考えて、その、軍順統計写像を与えてるってことと、まあ、同じことをしてる。で、これは軍順統計写像なので、先ほど言ったみたいに、例えばその、偶痴漢と既痴漢の合成っていうのが、既痴漢になるとか、既痴漢と既痴漢の合成が偶痴漢になるってことが、まあ、この軍順統計写像であるという性質を使って言えているというか、まあ、ただその背後には、それが正しいという背後には、軍順統計写像があるというふうにも、まあ、思えるということになるわけです。ここまでいいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあですね、もう一つちょっと例を挙げたいんですけども、それがちょっと、どうしようかな。ですね、今ちょっとこれはそのまま置いときたくて、右をとかと思うんだけども、じゃあちょっとこれはページを増やして、ですね、今ですね、じゃあ、ちょっと、次のような集合、あ、いや、行き過ぎた。次のような、行列の集合を考えましょう。で、どういう集合かっていうと、3次正方行列。で、各成分は、0か1。で、あと、まあ、例書きますね。で、どの列にも、1がちょうど1つある。こういう、そういうものを全部集めて、行列の集合を作ります。で、例えば、ちょっと行列、ちょっとこの、こういう格好で書きますけども、例えば単位行列ですね。単位行列は、この3つの性質満たした、この3次対、単位行列。これは、その性質満たしています。どの、まず、各成分は、0か1。どれも0か1なんですけども、どの列を見ても、1がちょうど1個ある。こういうことですね。だから、この単位行列っていうのは、今考えている行列の集合に、の要素になっています。で、他にも、まあ、この集合の要素あるわけです。で、ちょっと書いてみるんですけど、ちょっと、ここで間違える可能性ありますよね。間違いのないように書いていきたいんですが、どうかな。01001001001001001。で、あと2つあって、あと2つあるっていうふうに言ってるんだから、ちょっと1行で収めたいんですね。1行で収めたいんで、ちょっと1行で収まるように、ちょっと、1行で収めるようにちょっと小さくしようかなと思うんですけども、どうかな。あ、ちょっと小さくして。はい。で、ちょっとですね、何かがついてきた。何かがついて、何がついてきたかわかんないですね。どの列にものもがついてきましたね。もうちょっとこうして、すいません。
で、ですね、あと2つ書きたいんですけども、太さが違うのはしょうがないですけど、001、100010と、001010100。こんな感じですね。この6個があるってことは、頑張って調べればわかります。で、わかるんですけど、で、今、じゃこの行列があるんですけども、これは、3×3 の行列なので、この集合上に、普通の行列の式を考えます。例えば、今、この、じゃあ、二つ目と三つ目の、席を考えますね。100001010っていう行列と、010001100って、これの行列ですね。で、これ、計算するとどうなるかっていうと、これちょっと真面目にやる必要ありますけども、真面目にやっていくと、ここ0で、ここ1で、ここは0、ここは1。0、0、0、0、1。こんな感じですね。こんな感じになりますね。で、そうすると、今この計算結果として出てくるのは、これなんですよ。この真ん中の行列になって。で、実はですね、この6個の行列のどの2つを取ってきて、同じものを取ってきてもいいんですけども、どの2つを取ってきて、なんだっけ、この行列の積を取っても、このまた、この6個のどれかに戻ってきます。戻ってきます。はい。で、つまりです。この行列の積と演算は、この集合の上の演算になっているんです。で、実は、これ群になります。消すもの。これ群になります。ちょっとこれ消しますね。これは、計算は使わないんで。で、これ群になります。消えない。これ、群です。だから、6個の要素を持つ、一数6の群がこのような形でできるんですね。で、実は、これは、さっき書いてた、この左側の、この、X 上の対象群。一数六のものと実は同型なんですね。ちょっと書けないかな。S3 と同型。だから何かっていうと、今ここに6個、行列書いてるんですけども、これは、なんか痴漢となんか同じようなものだっていうふうに思えるんですね。思えるっていうふうに言ってもちょっとイメージがわかんないかもしれないんで、じゃあ実際になんか痴漢してるような雰囲気を出すために、今じゃあ例えば、この二つ目の行列。100001010の、右からですね、ちょっとわかんないけども、XYZ っていう、このなんかベクトルを、かけてあげたりとします。で、そうすると、これなんか別のベクトルができるんだけども、これ何になるかっていうと、XZY ですね。こういうふうになってるわけです。だから、何を言いたいかっていうと、これはですね、XYZ というものがあったら、それが、XZY になんか、合格のはいけないな。ちょっと待ってね。というふうに話の中で、移り変わったというふうになんかこう見なすことができるわけですね。だから、今何を言いたいかっていうと、この今赤い、行列っていうのは、その X、Y と Z を入れ替えてる、2番目と3番目を入れ替えてるんで、2と3の互換だというふうに見れるということですね。で、そんなふうに考えていくと、この6個の、行列は、痴漢とうまく対応させることができて、例えばこの初めの、単位行列は口頭痴漢に対応してて、この3番目のものは1と2を入れ替えてる。1っていう互換。で、4番目のものは1を2、2を3、3を1にしてるんで、1、2、3っていう、まあ、巡回痴漢。
で、三つ目の、最後から二つ目のものは、1を3、2を1、3を2にしてるんで、これ1、3、2っていう巡回期間。で、最後のものは、1と3を入れ替える。っていう形で、この、三次大将軍の各要素と、この、同型であるってことが、こう、なんか、ちゃんとわかるんですね。ちゃんと計算すると。で、こう同型っていうものを、まあ、定義するときに、準同型作動っていうものを、まあ、使っていたわけです。で、こんな感じで、この今、この上に書いていった行列の集合っていうのと、まあ、置換の集合っていうのは同じものだってことが、こう、わかるようになるわけです。同型っていう意味でわかることになって、だから別のことを言うと何だというと、この今 S3 っていう、このなんだっけ、置換の集合というか、対象群ですね、というものがあるんですけども、その性質っていうのは、この上の、この行列の集合の性質として、調べることができるようになるわけです。で、そうすると、上の方は行列なんで、我々なんか行列についてはいろんなことを知ってるわけです。まあ、我々っていうのは、いろんなこと知ってるし、いろんな、線形代数のですね、道具が使えるようになるわけです。で、そうすると、この対象群ですね。今これ S3 というふうにやってますけども、これ同じように SN っていう、その N 次対象群についても同じことができます。で、N 次の場合には、この3次っていうところを N にしてあげると、この SN、N 次対象群と、同型なものが得られます。その行列の集合としてですね、得られるという形になりますので、で、こういうことがですね、非常に重要というか、群においてはよくやるんですね。何をやるかというと、なんか群があったら、それに群があったら、群があったら、だからこの場合は S3 とか SN っていう群ですけども、群があったらそれに対応するような行列の集合っていうのを考えることができて、で、それを、その行列をうまく使って群のことを調べるということができるんですね。で、今の場合はこれ同型なものを作ったんですけども、まあ、同型なものを、作ることが難しい場合には、行列の集合で、今考えている群からその行列の集合に向かう、なんか群準同型写像があれば、まあ、元々の群を調べるのに、まあ、十分だという場合もあるので、その場合はその同型なものじゃなくて、同型写像じゃなくて、群準同型写像を作るとかいうような形で調べるということがあります。で、調べるということは実際ここではやらないので、あんまり雰囲気は伝わらないかもしれないけども、で、こうすると、なんか今まで皆さんが勉強してきた、普通のというかね、線形代数と今やってる群の話が、まあ、繋がってきて、よりですね、数学的には豊かな話ができるように。なっていきます。で、こんな感じでですね、群のことを、まあ、ある意味で、この線形代数の言葉に置き換えるとかっていうのはですね、群の表現とかですね、表現論とかっていう。言ったりして、まあ、これ自身が非常に、なんだろうな、豊かな数学の一分野であるというふうに言われているそうです。ちょっと私自身が詳しくしかないで、そうですとしか言えないんですけども、だから、上のものは、だからそのですね、この S3 という群の表現の一つの例を与えているということになるんですね。で、まあ、だから多分いろんな表現は考えられると思うんですけども、まあ、上のは一番、まあ、多分素直な表現であるということになります。で、まあ、そういうこともあるので、ちょっと、今、上に言ったような、各成分が0回して、どの行、どの列にも1がちょうど1つあるっていうような、行列のことを、実は、置換行列と言ったりすることがあります。で、まあ、置換行列っていうのは、実はいろんなところで重要な役割を果たしたりするんですけども、まあ、それはちょっと別の話なので、ここの補足としては、あんまり、深入りしないようにしようと思います。はい。で、ここまでが、初めのまあ、群の準動形、どんな感じで使えるかなってことの、ちょっと、イメージというか、まあ、数学において嬉しそうなことをちょっとご紹介しました。はい。で、応用については次回やるので、それで、どんな感じで嬉しいのかってことを感じてもらえばいいかなと思っています。ここまでいいでしょうか。ですか。はい。ありがとうございます。ではですね、もう一つちょっと補足したいことがあるので、それを言います。これですね。群の定義において、集合 G と G 乗の演算が出てきました。この G 乗の演算というのは G で閉じていて、
文の条件を満たせばどのような演算でも良いということでしょうか。うまい例を思いつきませんが、例えば文字列と結合する演算でも条件を満たすなら集合 G とあって群となるということでしょうか、ということですけどね。これは答えとしてははいということになります。この G 乗の演算っていうのは G で閉じていて、群の条件を満たせばどのような演算でも良いということになります。で、今、ここでその文字列を結合するっていう話が出ているので、ちょっとそれで、説明をしようと思います。ちょっとこの続きでやっていきますね。じゃなくて、ページ操作ですね。例えばですね、じゃあ、その中、あと文字列っぽい記号を使って書いていくんですけども、例えばですね、まあ、文字列は大体、この、これは、シグマですね、っていう集合を使って、この文字の集合っていうのを初めに定義します。で、これは大体普通アルファベットと言います。あ、で、ちなみに、皆さんにここでですね、一般的な、言語として言っておきたいんですけども、アルファベットというの、いうことはですね、集合を表します。集合を表します。例えば、A, B, C, D, E, F, G とか、こういうふうに、皆さん、書くと思うんですけども、この一つ一つの文字のことをアルファベットとは言いません。これは、非常に多くの人が間違えている用語法で、この一つ一つの文字のことは、ただ単にこれ文字です。で、アルファベットっていうのは集合のことを指しています。だから、アルファベットって集合なんです。だから、例えば、A というアルファベットとかっていう言い方はしないわけです。で、それは注意してください。で、アルファベットは集合です。今、この AB っていう集合。これが今、アルファベットです。これアルファベットとします。だから、例えば何て言うのかな。だから、英語っていうのは、その A, B, C, D、点点点点っていう集合をアルファベットとする言語なわけです。ちょっとその中で、アルファベットの要素が文字になります。はい。で、文字列って言ってのは何かっていうと、こういう書き方がしますけども、これは、このシグマ上の文字列全体ですね。で、ちょっと文字列ちゃんと定義しないですけども、まあ、例えば、あれですね、形式言語理論とかですね、そういう授業をやっている人とかですね、もしかしたらアルゴリズム論とかでちゃんと、文字列っていうのを定義しているかもしれませんけども、まあ、そういうことを期待して、ここでは、雰囲気で定義してて、この A と B を、なんかこう、適当にいくつか並べたもの。っていうのが文字列です。で、そういうものを全部集めてきた集合が、シグマスターだと思ってください。で、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、いわゆる空文字列も含みます。空文字列も要素として含む。あ、空文字列っていうのは何もない文字列なんで、文字を含んでない文字列なので、ちょっと書けないです。今、ここにもう空文字列あると思ってほしいんですけども、これ空文字列です。で、そうすると、これ空文字列見えないので、まあ、困るんで、空文字列のことを、普通はですね、違う文字を使って表すということをします。で、よく使われる文字は、イプシロン。まあ、あるいは、だからラムダを使うときもあるかもしれませんけども、まず今から、この下では、イプシロンを使っておこうと思います。イプシロンということを見たら、まあ、この、アルファベットに入っていないので、だから別のものを指していて、それが空文字列なんだというふうに思ってください。で、そうすると、この、シグマスターですね。シグマスターという集合上には、文字列の、連結、結合というか、文字列の連結。文字列の連結。という、日本語が出てくる、演算。演算をこのシグマスター上に考えることができる。で、どういうことかっていうと、AAB っていう文字列と、BABA という文字列があったら、このここに書いた
この丸っていうのは、これはちょっと結合を表す、あ、連結を表す、演算だと思ってほしいんです。これはただ単にこの2つを並べると。で、並べることによって新しい文字列が作られる。で、これを連結と呼びましょうということですがですね。で、そうすると、この連結した結果っていうのも文字列なので、先ほどの言い方で言うと、この演算がこのシグマスター上で閉じているわけです。閉じているっていうのは、その演算の結果もその集合の要素であるということです。ですね。だから、なんか群っぽくなってきたなっていう気がするわけですね。で、そうすると、ですね、これはですね、もしこれが群であるんだったら、群であるためにはどういう、性質を満たしていなかったといけなかったかっていうと、三つあって、一つは、単位元の存在。単位元がないといけない。で、二つ目、逆元の存在。どの要素にも逆元がないといけない。で、三つ目は、結合法則に出さないといけない。で、簡単にわかるのは結合法則。これは満たします。これ丸。で、なんでかっていうと、まあ、で、ちょっと例でやると、例えば、A、A、B、B、ちょっと丸が。B、A、B、A の、その後に、A、B とかっていうのをつなげるのと、この括弧の付き方を変えて、A、A、B の前、先に、この B、A、B、A と A、B を、連結すると。こことして、もうこれは結果は同じになるわけです。どちらも A、A、B、B、A、B、A、A、B。こちらも A、A、B、B、A、B、A、A、B。ということなので、結合法則は成り立つ。だからこの、文字列の連結っていうのの順番は、どの順番で行っても結果は変わらないわけですね。という形になります。で、もう一つ、成り立つということがわかるのは、単位元の存在です。これも正しい。で、なんでかっていうと、単位元は、この場合何なのかっていうと、空の字列です。エプシロンです。で、実際に、AB っていう文字列に、その空文字列を連結したら、それは AB のままなんです。ですね。で、空文字列に AB を連結しても、AB なんで、で、今 AB って書いてますけども、まあ、この部分の文字列は何であってもこの性質に出したわけですね。いいですか？だから空文字列が、この、集合の上の単位元になっている。において単位元になっているということになります。で、問題はですね、逆元の存在で、これはですね、成り立たないんですね。残念ながら。成り立たない。じゃあなんでかっていうと、例えば AB っていう文字列があったときに、じゃあこれの逆元は何でしょう？というのを考える。で、じゃあ、例えば、じゃこの逆元が X だとすると、AB に X を連結したら、空文字列なんだといけないんですね。で、なおかつ、X に AB を連結したら、空文字列なんだ。で、そんな X ないんですね。そんな X ない。ので、このような X は、存在しない。存在。なので、逆元が存在すれば言えないわけです。ということで、この上のですね、見上げたこれ、これは、群ではないということがわかります。群ではない。ここまでいいですか？いいですか？で、まあ、群ではないので、だから、今回の話はできないんですけども、じゃあ、ここから、2つ補足をしたいんですけども、この、1と3を満たす。で、2を満たす必要がないような場合には、群ではなく、モノイドっていうふうに言います。モノイド。まあ、モノイドっていうちょっと英単語を、まあ、人々は訳さずにカタカナで読んでいるんですけど、モノイドと言っています。で、モノイド、
っていうのは、まあ、だから軍に近いんだけども、逆元が存在しなくてもいいって、そういうようなものになります。で、モノイドっていうのは実は今ここで挙げたような、その文字列の集合に対して、文字列の連結って演算を考えたようなところで出てきたり、まあ、他にも例はあったりするんですけども、だからまあそういうものを、抽象化しているというような形になるわけです。で、抽象化していると何が嬉しいのかっていうことは、あんまり、通じないのかもしれませんけども、例えばですね、まあ、皆さんがなんかそのプログラミング言語をですね、開発するとか設計するとかっていうことがあるとすると、例えばですね、その、なんだろう、実数の足し算とか、実数の掛け算とかっていうのは、なんか、この、まあ、同じような性質を持ってるんですね。で、そういうものに対しては、その、まあ、同じような性質を持ってるんで、例えばそのいろんなですね、例えばなんだろうな、まあ、だからその、なんか実数クラスを作る。とかっていうときに、その足し算を定義したり、掛け算を定義したりとかってことを、するのを、行うと。で、同じようなことを、例えば、その、なんか、痴漢の集合に対しても行うと。いうことをしようと思うんだけども、実はそれは共通な性質を持っているんで、で、それは群なんだってことになるわけですね。で、そうすると、まず、そうするとその群っていうクラスをまず設計して、その、群を作って、その、群というものをの内容を継承して、その実数のクラスとか、痴漢のクラスっていうのを作ればいいんだってことが分かるわけです。で、そうすると、そういうその言語の設計とか、このなんかプログラミング言語の開発においては、そういうような、なんだろうな、その高いレベルのところを作って、それをその内容を継承させることで、なんかまあサブクラスを作るとかっていうことができるようになるわけです。で、そういう形で、こういう抽象化っていうのは、そのプログラミングにおいても役立つことがあったりする。わけですね。で、そうすると、なんか役立ちそうだなっていう感じもするし、で、そういうことを通して、その、プログラミング言語の、設計とかですね、いうものをまあ考えていくといいかなっていうふうにもなるわけです。で、それがまず、今言いたかったのが、モノイドで、そういうのもそのモノイドっていうのを考えると、その、文字列に対するなんとかとか、その、別のモノイドに対して設計するとかってことを別々にやんないで、そのスーパークラスとしてモノイドクラスみたいなものを考えて、そこで設計したものをなんか継承させるとかっていうことをまあしても、そういうことで設計が簡単になるというか、もう少し統一的になるということになるわけですね。で、そういうようなところが、便利な部分としてまあ出てくるということになります。で、これが、一つ、これはまずモノイドであるってことを言いたかったんですけども、もう一つ重要なのはですね、今これモノイドなんですけども、文字列の集合っていうふうに今これ書いてるんですけども、実際に、その講義で扱ったのは、実は文字列の集合なんです。だから何かっていうと、例えば、ちょっとこのページがいいかどうかはわかんないんだけど、じゃあちょっとこのページが出てきたので、これを使って、説明すると、この G っていうふうに、まあ、こういうふうな形で、例えば、文を、まあ、表示というのを作ったんですけど、これは、どういうふうに読むのかっていうと、この A と B という、文字からなるアルファベットの上の文字列を作りましょう。ただし、ここにあるような形で、簡約しますよ、というふうに思っているわけですね。思っているわけです。で、まあ、そういうような形なので、実はこの群の表示って言っているのは、そもそも文字列の、集合を表しているような形になっている、ということになります。で、ちゃんと書いてないからいけないんですけども、何かっていうと、ただ単に、この、例えばこの A と B っていうのを並べるだけでは、先ほど言ったみたいに、群にならないわけです。だから、これは実はこの、括弧をつけることによって、これをうまく、群であるんだよっていうふうにしてるわけですね。で、どういうふうなことを、今何を言ってるかっていうと、例えばですね、この関係式が何もないような群っていうのは、考えられるわけです。何かっていうと、今、なんかこの G で、なんか A、B と書いて、この線が後ろに関係式がある。こういうふうに書いていたんですけども、もしかしたらこの関係式何もないっていうような書き方も、そういう場合もあって、その A と B だけから作られる文化とか、こんな感じで書くこともあり得るわけですね。で、そうすると先ほど言ったみたいなイメージで言うと、なんかこれはその A と B っていう文字を並べてるだけなので、文にならないんじゃないかっていうふうに、思われるかもしれないんですけども、約束事としては何かっていうと、この鍵括弧でくくったら、これは群なんだと、いうふうに思うわけですね。だからこれは、だからそもそも群でないって、
そうすると、A と B という文字を使って群を作ろうと思うと、何をしないといけないかというと、実はこの群の中には、この G っていうのは、その A の逆減とか B の逆減っていうのも含まれるようになります。必ず。で、群になるんだよという形になるということですね。何言ってるか分かんないかもしれないんですけども、そういうふうに思う。そうすると、例えばなんかその A、B、B、A とかっていうようななんか、これは、だからまあ、群骨格と A、B に以上 A と。で、これはその G の要素なんだけども、ちゃんとこれに対する逆減っていうのが G に存在していて、それは、A インバース、B マイナス2乗、A インバース。で、これはちゃんとその G にも含まれていて、確かに A、B2 乗 A かける A インバース B マイナス2乗 A インバースっていうのがちゃんと単位元になるというふうになるわけです。で、そういうふうに、まあ、考えるってことになるわけですね。で、一方、この授業の中で扱ってきた群の表示においては、その群は全部有限群だったので、その A とか B とかっていうのを連ねて、関係式で簡略化すると、有限項の集合に収まるんだけども、その収まったものの中に必ず、その各弦の、逆弦っていうのは出てくるわけです。なので、こういうその A インバースとか B インバースっていうのを明示的に作る必要はなかったんですね。だけども、この考えている群、この群実はこれ、有限群じゃなくて無限群になるんですけども、無限群の場合には、その群の中にちゃんとこの A のインバースとか B のインバースに、対応するものが、必要なものは付け加えてあげて全体として群になるようにしなくてはいけないという形になりますので、その点については、ちょっと、講義の中ではあんまりちゃんと説明していなかったんですけども、皆さんが群を使う場合にはその点はちょっと注意をしてください。はい。以上になります。よろしいでしょうか。ちょっと最後早かったかなって、クロスに、まあ、補足なのであんまり、本質的じゃないことを、お伝えしたと思ってください。はい。では、今日の補足の部分はこれで終わりなんで、録画もここで終了にします。